ティ内の路上生活者の一斉排除を開始したと発表いたしました。ゼレカ大統領は、路上生活者の一斉排除は大都市のイメージアップに必要不可欠であるとの考えを示しました。この政策は、来月行われる総選挙に影響するのではないかと懸念の声が上がっていますが、市民団体からの反発の声が強く、かなりの影響が出るものと思われています。ニュースはまだまだ続きますが、一旦ここで CM です。次は天気予報とロボット十二星座占いです。都会の生活に疲れを感じてるあなた、休息と充電ができる南国のビーチで疲れを癒しに行きませんか？ここはまさにパラダイス。最高のオイルがあなたをおもてなし。錆びついた体をきれいに塗装し、王道出荷での輝きがよみがえる。ビーチパラダイスはあなたからのご予約をお待ちしております。ちょっと話がある。私の部屋に来なさい。君には正直うんざりしている。旧式モデルのせいか仕事が遅いんだよ。君を我が社で雇用し続けるということは会社の金を道具にしているようなものだ。本日付で解雇する。金もない。それじゃ家賃も払えんだろう。まあいい、俺様が本気になってお前を調べたら逮捕する理由なんかいくらでも探せるんだからな。
そんなこと言っとらんや。そこまでボケとらん。お前何見てんで。おや、最近数が減ってきてるという C24 モデルだ。どうも、わしゃハワード。一世代前の企画なロボットだ。そしてこっちはわしの古い友人で僕だ。ここにしばらくいたらどうだい。行くあてがないものにゃ。いい場所だよ。まあこれ以上は何も言わんが、来るというならわしらはいつでも歓迎するぞ。その仲間に加わったのか。じゃあ逮捕する理由が見つかったな。逃げろ C24。 止まれ。逃げたやつを撃つか。どうやら行き止まりのようだな。今からそっちに飛ぶぞ。そこで待って、お前を遅刻だ。早くここから出して。